藤原でございますか、はあ、ありがたき幸せどうも皆さんこんにちはセピアですさあ今回は藤原氏藤原氏についてお話ししていきたいと思います日本の歴史で最大の規模を誇る最大勢力を誇ったと言われる氏族それがこの藤原氏という家氏氏ですねこれでもですね 果たしてどうやって始まったのかなとか、あのね、道長とか寄り道とか結構有名ですけれども、この石関政治が終わった後、弱くなっていっちゃった後ってどうなってるのかなこの藤原氏ってどういうものっていうね、なんかその前後どうなってるんだろうっていうね、ちょっとはてなーっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、今回ですね、この藤原氏の1000年以上にわたる歴史の全体像っていうのをだらっと駆け足でお話ししていきたいと思います。まず話は蘇我氏、ここに遡ります。 あの、外籍政策ってありますね。天皇一族に自分の娘だったり、妹だったりを嫁がせて、で、あわよくばその間に生まれた子供を天皇、次の天皇にする。そうすると、自分は天皇のじいちゃんでーすおじいちゃんでーすってってできるっていうね、あの外籍政策っていうのがあります。これ日本でも行われてますし、世界中いろんなところで行われていることなんですけれども、これを日本史上ですね、大々的に一番最初にやったのが、この蘇我氏だったんです。で、こうしてですね、 天皇の一族、皇室、天皇家の以外で、最初に権力をこう、ムクムクと握り始めるっていう、そういう存在になっていったわけなんですね、この蘇我氏。あの、蘇我の馬子とかで有名ですね。聖徳大子の頃に一緒に政治をやったっていう、あの、蘇我の馬子です。 ただ、この馬子の息子のエミシ、さらに息子のイルカ、このエミシイルカ、この二人が暴君となってしまって、もう好き勝手やって、これはやばいとなってですね、大化の改心というのが起こりました。ね、エミシとイルカっていう、このイルカというね、蘇我のイルカ。人間なのにイルカで有名なこの蘇我のイルカです。あのイルカってやつがどうも鬱陶しいな。どうすればいいんだろう、あいつは。検索してみよう。カタカタカタ。お前を消す方法。 これかよしって言ってですね、朝廷の、とあるイベントの時にですね、朝廷の本殿で、このイルカがやってきたところをガーッつって切り殺すっていうことをやったんですね。天皇の午前ではさすがに武器を持っていないだろう。油断してるだろう、こいつもっていうことで,ですね、ポーンってね、ものすごいその首が飛んでしまってるっていう映画が残されてるんですね。まあ、後世に書かれたものなんですけれども。で、こうして、 この一種の変という、この事件自体は一種の変という、この事件でですね、エミイルカ、このソ我家の本流、これは滅亡というふうになってしまったわけなんですね。ただ、よく勘違いされるのが、この段階でソ我氏というのはもう主導権を失ったというふうに思われるんですけれども、そうではなくて、このエミイルカの家系は滅亡したけれども、ソ我氏の別の家系に主軸が行って、 引き続き最上級の士族として、蘇我氏はこの天皇家の付近で引き続き君臨し続けることになります。まだまだトップ貴族というのは続くんですね。ここはちょっと間違いやすいところですけれども、蘇我氏は健在であると。一方ですね、この大化の会社に主導したのが中野大江の巫子という人。 これね、最近、中野大江の巫女っていうふうに読みましょうっていう、そういう向きが強いみたいですね。中野大江の王子、中野大江の王子って習ったなってね、私と同世代の方が、それ以上の50代、60代、それ以上の方にとってはもう、中野大江の王子、中野大江の王子で当たり前になってるかと思うんですけども、これね、なんでかっていうと、中野大江のっていうのは日本語読み、まあ、山と言葉読みですね。で、王子っていうのは、 漢語読みつまり中国語読みなんですね。だから日本語読みと中国語読み混ざっちゃってるなって、これ例えば、あのー、カエサルで言いますね。ユリウス・カエサル。ローマの英雄。私も大好きな人物です。あれ、ユリウス・カエサルっていうのがラテン語読みなんだけども、これ英語でジュリアス・シーザーという風にも言いますね。ご年配の方はこのジュリアス・シーザーっていう響きの方が馴染みがあるかなと思うんですけども、 ジュリアス・シーザーであり、ユリウス・カエサルであります。ただ、これを、ユリウス・シーザーとか、ジュリアス・カエサルとかっていうのは、ちょっと気持ち悪いですよね。そんな言い方はしないよっていう。でも、これ、ジュリアス・カエサルって言ってるような感じなんですよ。中野大衛の王子っていうのは。そのくらい、聞く人が聞くとすごく違和感のある言葉だっていうことで、中野大衛の巫女っていうふうに言ってきましょうっていう、まあそういう向きが今、ちょっと強くなってきてるみたいですね。ともかく、中野大衛の王子、中野衛の巫女という、 天天天皇の皇皇の太子にあたるる人人物でですすねとなそして、この大化の改心、もう一人主導したのに大きな役割を果たしたのが、この中野大江の王子の手下であった生ゴミの塊じゃなくて、中富の鎌足りという人です。この中富の鎌足りがめちゃくちゃ重要人物なんです。この中富の鎌足りは、中野大江の王子、中野大江の巫女に、これから20年以上付き従って、本当にもう右腕側近として活躍することになります。 で、この鎌谷がもうすぐ亡くなるという時にですね、天智天皇が駆けつけたわけなんですね。でそしてこの鎌谷を見て天智は言います。おお、鎌谷よと。お主はよく今日まで20年以上にもわたって生涯をかけて私に尽くしてくれたな。鎌谷、お前は今日から藤原と名乗るがよい。ふ、藤原でございますか ありがたき幸せこうして鎌足りは亡くなっていきました死の前日に藤原という姓を賜ったわけなんですねこうして本当に前日に藤原の鎌足りとなっていったこの藤原というのがここに始まりました はい。藤原姓、藤原氏の始まりです。ちなみに、この藤原っていうのはどういう意味かっていうと、どうやら、鎌谷の出身地、出生地の名前らしいですね。なんかね、奈良県の柏原市あたり、明日香村とか柏原市とか、あのあたりにある地名だっただろうというふうに言われてて、後にあの藤原峡っていうのが出てきます。平城京の前に遷都したっていう藤原峡っていうのはあのあたりですね。あの藤原は、その土地の名前であったという、土地の名前がそのままついたっていうことなんですね。藤原の 鎌あたり誕生である。ただ、わずか1日の藤原の鎌あたりだった。本格的にこの藤原を名乗り始めるのは次の世代です。この藤原の不人という人物です。この人が超超重要人物。ものすごい政治家だったんだ。この人は藤原の不人。スーパーミラクルウルトラ政治家です。この人はめちゃくちゃ大物。大人物です。飛鳥時代の末期から奈良時代の初期頃にかけて活躍した人ですね。この不人は 大法律令っていう、律令っていう、唐、あの、中国の党ですね、党から真似て作った日本の政治システムっていうのを作り出したりとか、あとは平城京に戦都する。ですか本格的に中国の、これもやっぱり党の長安ですね、都の長安を真似て作ったっていうの、本格的な都っていうのは初めての日本に作ったものっていうのもやったりとか、あとは日本初期、日本神話から代々ですね、こう、連なってシームレスに天皇皇族へというふうに、皇室へとつながるという、そういう歴史を書くっていう そういううういいいのの授業っっってててもややらせたっていうこれいろいろやってるんですねしかも「日本書紀」だけじゃなくて一説には「古事記」にも関わってるっていうふうに言われてますこの藤原の不妃とあの「日枝のアレ」っていう人が覚えていた話を王の安まろっていう人に書かせたこうしてできたのが古事記であるっていうふうに言われてますけど一説だとねこの「日枝のアレ」っていうのが藤原の不妃のハンドルネームだったんじゃないかっていう説が あるらしいんです。本当か嘘かは分からない。でも、そんな説もあるから。だから、古事記、日本書記、日本の始まりに関わる領書物の編纂に関わっている可能性もあるぞという。めちゃくちゃすごいこの藤原の不人だという人だ。でですね、この藤原の不人には4人の息子、男性の子供がいました。この頃、政府の約束として、それぞれの家ごとに 一人しか幹部職に就くことができないっていう決まりがありました。だから、せっかく不ヒと優秀な政治家で、この政治の中枢で大きな権力を握ったとは言っても、この一代限りになってしまう可能性があるぞと、これはどうしたものかって考えたフヒとはですね、ここで策を打ちました。この4人の息子、この4人をそれぞれ家の子祖とする。だから、今藤原家なんだけども、いや、これ4つ家あるんすよ。 この藤原家四分割作戦っていうのをやったんですね。で、それぞれですね、ムチマロ、ふささき、うまかい、マ、ま、ロっていう四人の息子、これが、南家、北家、四季家、京家っていう四つの家を建てるってことになったんですね。まあなんか家の名前は難しかったら。とりあえず ABCD でいいや。ね、ABCD っていう四つの家の子孫になったってこ,こういう強引なやり方をしてですね、目論見み通り、この藤原四子、この四人の息子が、 多くの幹部職を占めていくことになったわけなんですね。で、こうして藤原家っていうのが、藤原氏というのが、どん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 勢力を増してくる。さらにさらに、この藤原の四氏、もっともっと権力を高めようと思って、彼らのさらに妹というのがいました。光明氏。まだ飛鳥壁姫っていうふうに言ってたんですけど、もちろん光明氏っていう人がいました。この人を、聖武天皇の嫁にしようっていうふうにしたんですね。 でもさすがにそれまでやられると本当に本当に藤原氏の天下になっちまう。これはやばいぞと思った皇族、天皇家の人間がいました。その名は長屋王という人です。この長屋王は時の政治の権力を握っていた人でした。この人が中心になって政治を動かしていたっていうそういう局面だったんですね。この皇族の長屋王という人。この人が絶対にそんなことはさせないぞっていうことで言い続けてたんですね。 だけどもここでこの藤原のイオン氏が作謀陰謀を張り巡らせてあの長屋王が謀反を企んでおりますぞこんなこと言ってですね本当か嘘かも分かんないままにこの長屋王ってやつを追放してこの長屋王は結局自害することになります。これでまんまと彼らの妹この光明氏この人を立皇つまり皇后にするっていうことに成功したんですね。 これ729年のことです。何食わぬ顔で孔名し立候なんてかつて私は覚えました。長屋王の変というものが起きました。藤原氏の娘が天皇の嫁になるということがここで起こったわけです。この長屋王の変を持ってトップ貴族が蘇我氏から 藤原氏へと完全に交代したというふうに言われています。この時なんですね。だから、大化の改新一種の変じゃないんです。長屋王の変。今日、ぜひですね、この言葉、今日一つ覚えるなら、長屋王の変。この言葉、覚えておいてください。長屋王の変を持って、いよいよですね、藤原氏がこう天皇家ともガッチガチになるっていう、その足がかりを作ったわけなんですね。 ちなみに、ここでなんか四つに家分かれたみたいな話ありました。で、そもそも藤原の不人、この人が藤原ってね、鎌足りから不人って継いでますね。不人以外にも当然この鎌足りの系列の人間っていうのはいたわけなんですけれども、不人の直系以外は中富に戻りましょう。 とといいうことでこでのりの時代になっていきましただから全員藤原っていうのじゃなかったわけなんですね。藤原一本だけ他は全部中富に戻す。で奈良時代になるとですねそれが大中富氏大きい台と書いて大中富氏ってなって。 人技官っていう、あの、律令の中で、神事を取り行う官庁っていうのがあるんですけども、人技の上級官僚になったりとか、あとはね、伊勢神宮の採取。これあの、大宮寺、宮寺みたいなものですね。ただ、伊勢神宮では、これはもう特別に採取というふうに言っています。これを代々務めるっていうような形でですね、<laughs> だから面白いよね。これから藤原氏っていうのは政治を牛耳っていくっていう、政治を担当していくっていう、そういう氏になっていくわけなんですけれども、それとはめちゃくちゃ交対象ですよね。神事を扱っていくのが元の中富氏、大中富氏になって。だから、その世俗とある意味宗教っていうので分かれた藤原と中富。元は同じ鎌田里夫人の流れってね、そこに源流があるっていうね、これ面白いですよね。 さあそんなわけで足がかり政治へのご牛る、がっちりと牛耳汁足がかりを得た藤原氏であった。 さっき4家ありました A, B, C, D。最初は A と C の子孫が優勢だったんですけれども、天皇家の内紛をきっかけに、B の子孫の冬継ぐ、藤原の冬継ぐという人がですね、クロードノトっていう側近のポジションに任命されました。これを機に B の家っていうのがめちゃくちゃ勢力が増してくるっていうことになります。B の家をホッケというふうに言います。この藤原のホッケというのが、いわゆる摂関家というふうに言われるようになって、ここがめちゃくちゃ藤原家、藤原さんはいっぱいいます。ただ の藤原さんの中でもこの北家というこの列この家系っていうのがめちゃくちゃ権力を握っていくっていうことになっていくわけなんですねそしてここからですね摂政官博っていう時代になっていきますもともと幼い天皇を補佐するっていう意味で天皇家の中から 政治ができそうな人っていうので、摂政っていう風に当ててました。あの、聖徳太子もそうです。当時、女性に政治をするっていうのはなかなか難しいだろうと思われていた。だから、水古天皇、女性天皇の摂政として、ね、これ幼い天皇とか、女性とかを補佐するっていう意味で、摂政ってね、やっぱりあれも、あれも皇族の人ですから、聖徳太子も。だからそうやってね、摂政イコール皇族、天皇家の人だった。だけれども、ここでね、 冬継ぐ、さっきクロードの塔って言ってね、出世したっていう。この冬継ぐの息子の吉草。藤原の吉草という人が、ここで天皇家以外で初の摂政になるということになりまして。これですね、だから歴史が動いていますね。どん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 。さらにさらにさらに、この吉草の息子。まあ、養子なんですけれども、息子の元常という人。藤原の元常、この人は、関白。これに初めて。 史上初めてです。なかったんです。これは、これは本当になかったんです。関白というものがここで生まれたという、この歴史的解挙この藤原の元常という人がやったわけなんですね。あの、前回の平安時代400年のスピード解説っていう動画でもこれお話ししました。なんか天皇にイチャモンをつけて、で、そして自分に言うことを聞かせて、で、関白っていう地位を安泰にさせるみたいなね、そういうなんかちょっとこういう、挑発行為みたいなこともしてるわけなんですけれども。まあ、ともかく 関白としてこの藤原北家めちゃくちゃ実権を握っていくことになりましたそして平安の中期この頃が権力が最高潮最高レベルに達していきますそしてその主役となるのが藤原の道長この人ですこの道長はん本当にすごかったね自分自身の 4人の娘を天皇に嫁がせて、3人の天皇の祖父になるっていうね、めちゃくちゃすごい外籍おじさん。これが道長という人だったわけなんですね。もうガッチガチで、もう放火に恐れるものは何もないという怖いもの知らずのこの道長だったわけだ。2024年 NHK 大河ドラマ、光る君へというものがもうすぐ始まります。私もとても楽しみにしてますけれども。 紫式部が主人公ですね。紫式部というのは、源氏物語。もう本当にもうこれはもう日本が誇る、それこそ大河小説ですね。1000年以上前に書かれた小説で,で、しかも女性による文章が残っているということで、これは日本のみならず世界を見渡してもものすごく貴重なものだというふうに言われています。ところでですね、この紫式部、源氏物語。 これの、まあ、いわばパトロンになっていたのがこの時の最高権力者の道長だったわけなんですよ。なんで道長は当時めちゃくちゃ高価だった紙、そうなんですよね。今でこそね、あの紙のその辺の A4 の紙コピー用紙とかすでにペッペッってこうなんか簡単に扱ってますけど、めちゃくちゃ高級品だったんだよ。なんでそんな高級品をわざわざ紫式部に与えて「源氏物語」にこれを書かせたんでしょうか これにはちゃんと理由があるわけなんですね。道長はどうやって権力を握ってるかっていうと、外籍おじさんなわけですよ。つまり、自分は外籍であるから権力を握ってるってことなんですね。娘を天皇に嫁がせて、で、そしてあわよくばその間の子供を次の天皇にして、じいちゃんですってやりたいっていうね。これだから権力を握れてるわけなんですよ。だからですね、道長も自分の娘のことを、今の天皇、 が気に入ってくれないと自分の立場が危ういわけです。まああっという間に危うくなっちゃうわけなんですね。で、村式部っていうのはですね、藤原道長の娘の少子っていう人のお世話係をしている家庭教師をしている人でした。まあある意味この少子のサロン。 みたいな感じになってるわけですね。で、他にもですね、女性っていうのはいて、天皇はどの女性のとこにも通っていけるっていう、そういうシステムであったからこそ、この道長の娘の少子のとこにいっぱい通ってくれて、そして気に入ってくれて、でそして二人の間に子供が生まれればいいなというふうに思っている道長だ。だから、この少子のお月の 紫式部、この人がなんかすごい文才があるらしいぞと。よし、あいつに紙とペンを与えて、当時はペンはないな、筆を与えて、そして面白い物語を書いて、少子のサロンを充実させて、あの物語好きの一条天皇だ。<laughs> 来てもらって、そしてこれを読んでもらって、娘のことも気に入ってもらおうじゃないか。いうような、そういう目論みで、道長は、源氏物語を紫式部に書かせたわけなんですね。つまり、源氏物語というのは、道長の出世の道具だったんです。 ね、こうやって考えてみると、ね、ちょっっと違てて見えてきますよね今度の NHK 大河ドラマが道長と紫式部の関係がどういうふうに書かれるかというのはまだちょっと未知数ですけれども道長としては、まあね、すごく政治家として一番大事だったのは政治の道具自分の出世の道具というのを確保するっていうそれの一つが紫式部源氏物語だったというのは間違いなくこれはあったわけなんですね。 まあそんなわけでですね絶頂を極めていたこの道長だったんだけれども息子の頼道の代になると一気に雲行きが怪しくなってきますこの頼道も同じように外籍政策って言ってふうにやろうとしたんですけれども天皇に嫁がした2人の娘が共に男の子を産まずに亡くなってしまったんですこの辺りもねあの平安時代400年スピード解説の動画でお話ししました詳しくはこちらご覧くださいでこうなってくるとですね やっぱり一気にもう権力がなくなってきちゃうってことになるわけなんですね。この頃後三条天皇っていうのが出てきて、で後三条天皇はですね、藤原家と関係ない人間だっていう、血筋だっていうことでですね、俺が自分でやるぞ、申請って始まって。 でさらに次の白河天皇ねこの人はですねすぐに自分の息子に譲ってでただ上皇が実権を握るっていう父ちゃんがやろう白河院政って言ってねこれで上皇が権力を握る院政っていうのを始めるっていう,こう新しい形を作った天皇がそういうのを作ったってことでですね摂関家藤原氏の力っていうのが急激に弱くなるっていうことになってしまったわけなんです表の歴史例えばあの高校の教科書とかですね 日本史の教科書とかこう読んでるとあ藤原氏っていうのはこの陰性で終わったんだななんとなくそういうイメージを、えー、持ちがちですよねあここまでなんですね藤原氏はと摂関係はとでもね実はそうではなかった形を変えて彼らは生き残り続けるわけなんです一応ですね 力にちょっと弱くなったとは言っても、摂関家としては残ってはいるんです。まあだから平たく言うと、優勝正しき有力貴族というような形ですね。めちゃくちゃこの有力な貴族として残り続けたわけなんですね。まあただ貴族としてはちょっと弱くなってしまってるっていう側面もある。その一方で、 武士としても、この藤原氏というのは、どん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 広がりを見せていたんです。いろいろ言います。この平安時代、中期後期ぐらいにいっぱい出てきます。例えば、あの、平の正門の乱っていうのがありました。東の方で平正門の乱。西の方ではほぼ同時に、藤原の住友の乱というのが起きてました。藤原住友、ほら、武士じゃないか、藤原で。で、今度平良正門の乱、これを鎮圧したのが、藤原の秀里という人でした。藤原です。さらに、この藤原の秀里の子闘で、欧州藤原氏の子祖となったのが、藤原の 清平という人物ですねほら、藤原氏じゃないか。欧州藤原氏。さらに、鎌倉時代ですけども、上級の乱でですね、後鳥羽上皇方の大将を務めたのが、藤原の秀康という人物です。やっぱり藤原なんですね。ほらほら、結構名の知れた武士でも藤原さんがいっぱいいるわけなんですよ。こうして、 貴族だけではなくて、武士としても生きているっていう、藤原氏っていう影がちらちらちらとちらつくわけなんですね。今、武士の話しました時代は鎌倉時代見てみましょう。鎌倉将軍は源頼朝から始まって、頼家、実朝と三代。ただ、ここで源氏の血筋というのは途絶えまして、四代どうしようになりました。ここで呼ばれたのがですね、公家から。 藤原石棺家から呼ばれてきたんですね。藤原の頼常、そしてその息子の頼継という、頼常頼継という、藤原石棺家の将軍というのが2代続くことになった。武家のトップとして藤原家が君臨するっていうことになったわけなんですね。なんとろろろろろろと。でもですね、ここに来て歴史の妙あらわになってくるわけなんです。石棺家の頃というのは、 天皇がトップでした石棺2番手ですでも実権を握ってたのは2番手の石棺の方でした道長り道この人たちは2番手なのに第1のトップの実権を握り続けたというそういうスーパースターなわけです今鎌倉時代になって石家将軍という武家のトップ立ちました1番手のポジションに藤原家が立っているとでもどうですか皆さん 鎌倉殿の13人でも見たように、実験は北条義時、北条氏が握っているではないか。一番手なのに、執権に抑えられて、実験がない。本当に面白いよね。二番手に立って権力を持ってる。一番手に立ったのに権力を持ってない。<laughs> おもろいね。これは本当に。まあ、武士の状況というのはそんな感じなんですけれども。 貴族の側ではどういう動きがあったかっていうと、やっぱりちょっと力が弱くなってきちゃったなっていうことで、この力の弱くなった摂関家、藤原氏は分裂することになりました。五つに分裂したんですね。この絵、高塚さ、九条、二条、一条。この五つに分裂することになりました。五石家というふうに言われて、以降、 摂政漢白というのは、この5つの家から交代で出していきましょうっていうふうに、そういうふうに決まっていきました。で、驚くべきことに、この状態っていうのが、明治維新までずっと続いていきます。すごい長いですよね。明治に入るまでずっとなんです。<laughs> すごい。ね、鉄の掟き手ができたわけなんですね。摂政漢白はご設計の人間しかなれません。鉄の掟き手ができました。 でも、ここで、はたと思います。あれそうじゃないのに、関白になってる人いるじゃん。ね。日本酒の中でも超超有名人で、違うのに関白になってる人います。さあ誰、誰はい。豊臣秀吉です。秀吉さん、あれ、違うじゃんってね。だってあれしょうって、農民足軽の息子でしょ <laughs> ってね。違うじゃん。全然、ご設計でも何でもないじゃんって。どうしたのこれはってね。実は、この秀吉。 この時のですね混乱に乗じてこの駅家の養子になる形式上この駅家の人間になるっていうことをその手続きを経てになってるんですこの駅家の人間からやっぱり関白が出てるっていうそういう形になったわけなんですねでもこうでもしないとこの公家型朝廷型の権威というのは取れないっていう鉄の掟というのはやっぱりあの混乱の戦国時代でも生きてたっていうのはですねものすごい伝統ですね でそして室町時代以降です、ね、あのほぼほぼ実権というのはなくなってしまったっていうのがこれは実態としてあったわけなんですけれども以降もですね朝廷の儀式とか儀礼とかこういうものっていうのを主に担うことになっていきました政治権力は持っていないけれども公家朝廷での権威を持ち続けるっていうそういうことになったわけなんですねあの彼ら本人たちは京都平安京でここに住み続けています 京都が国の中心です。例えば、鎌倉幕府できてます。江戸幕府できてます。今でいう関東にできてます。だけども、国の中心は平安京、京都なんです。で、幕府っていうのは警察庁で、そこにいる武士っていうのは警察官で、あいつらは政治家ではない。 あの武力で解決するというそういうのが必要になった時に出てくるそういう係だというふうに認識して自分たちは引き続き国の中心にいるのであるそういう誇りを持ってこの藤原氏の末裔というのは代々代々過ごしていたのではないかと思いますさらにですね五折家この家が特徴的なのは皇后天皇の妃ですね皇后の位っていうのは ずっと御節家から出ているんですなんと天皇の嫁さんはずっと藤原家の人間そういう意味です。これずっとっていつまでなんと昭和天皇の皇后この人が出てくるまでずっとなんです。つまり大正天皇の皇后まで全部御石家の出身何年続いたんだっていうねものすごい伝統がですねだからそういうところでも ずっとガッチリ入る。だからね、道長寄り道で藤原氏終わった <laughs> とんでもないとんでもない。20世紀まで続いているわけなんですよ、そうやって。表舞台にもいるじゃないか、こうやってね、って。 で、そして、明治時代になっていくとですね、政治的にはよりドラスティックな形で変わっていきます。内閣制度というのができます。これによってですね、もういよいよ本当に摂政関白っていうこの制度、身分自体が廃止となって、藤原氏ってのは形式上政治っていうのを、でも表からも裏からも、こう、がっちり牛耳るってことはなくなるっていうことになりました。ただこれでね、藤原氏は一平民になったのかっていうと、そうじゃなくて、この後すぐに、 爵位っていうのが制定されますこれあのヨーロッパの爵位っていうのをそのまま借りる形でで用語としては中国の言葉を借りて作ったんですけど公爵公爵伯爵四爵男爵っていうあの5個の爵位ですね最上位なんですはい爵位最上位公爵としてこの五石器は君臨すると いうことになったわけなんですね。で、その中でも特に最上位なのが、この御石家の筆頭であるこの家というこの家です。このこの家からは、昭和時代になると、この家踏まろという、 首相、総理大臣を輩出することになります。ね、この、だって、文麻炉っていう、めちゃくちゃこう、貴族っぽい雰囲気のある感じですよね。こう、っけ筆頭の麻炉ですよ。もう、もうめちゃくちゃ優勝正しい家系の人間が、日本の首相、またトップに立ったね。で、しかも、首相だから、実権も握ってる人っていうので、ここに来て初めて、藤原氏が、名実もにトップに立った。あ、っていうふうにい、いや、でも、ちょっと待って。 天皇は健在どころかもう国のトップとして引き続き続いるわけなんですよだから本当のトップに立ったって言うわけではないかもしれないね。でそしてこの近衛文麿という首相経験者この人のお孫さんがつい最近まあ最近っつっても,もう20年くらい経ちますけれども最近首相になった細川森弘さん。 この方なんですね。もう今は正解を引退して陶芸家になっていらっしゃるという。この細川森弘さん。この方は、この絵文丸氏の次女の息子、だから母方の孫なんですね。なんで細川ってね、これすごいのが、この人すごいのが、この細川ってね、あの、細川忠興。 あの戦国時代の武将ですよ。細川柄社の細川忠興のあの細川の直系の子孫がお父さんなんですって。だから、すごいね。あの細川とこの絵の息子なんだよいや。やばっていうね。そんな人がつい最近首相になっていたという。まあそんなわけで、藤原氏末裔がね、ここに健在という、そういう状況ってことはね。もう昔の勇者正しい今は影も形も違うっていうんですね。 はい、ここにいますよ、藤原氏。というわけで、藤原氏の起こりから最盛期、ちょっと力弱くなってきたけど、形を変えて生き残り20世紀までというところを駆け足で見ていきました。もう本当に1300年、1400年っていう長いスパンの歴史を駆け足で見ていきましたけれども、こうやって見てみるとですね、やっぱり不思議なことがあるんですね。もう本当に日本史の不思議、ミステリーなんですけれども、結局、藤原氏というのは、 革命で自分がトップに立つっていうことをしなかったわけなんですね。まあ中国風に言うと、液性革命っていう言葉になりますでしょうか。私はあの最近、隋等っていう動画投稿しました。あの隋、例えば隋で言うと、楊犬という人が前の皇帝が力なくなって、あの人も外籍として君臨していたんだけれども、結局この皇帝の家を倒して、自分が新しい皇帝になる。 これで文帝として即位するっていう、こういうことをやる。中国ではこれが当たり前なんですね。他の世界の地域でも、やっぱりそういうことっていうのが日常茶飯事に行われています。日本はなぜかこれが行われないわけなんですね。藤原氏は結局、液政革命、これを行うことなく、母方の血を通じて国家の政治の中枢を、コアを掌握したわけなんです。 自分たちの権限がどれだけ強くなろうとも、天皇を滅ぼすことはついになかった。なぜなんでしょうかこれを語るには今日はちょっと時間がない。私の中で考えていること、感じていることっていうのはあります。これはあの、おいおいこのチャンネルでゆっくりまたお話ししていきたいと思うんですけれども、そういうことっていうのはですね、天皇を滅ぼそうっていうことはついにはやらなかった藤原氏であった。 その姿勢っていうのは後世の人たちにも伝わっていきます。例えば、源頼朝、あるいは北条義時、こういう鎌倉時代の人たち、そのチャンスあったと思います。特に義時は初めてですね、天皇が立ち上がって、で、それを倒すっていうようなことをこうやったわけなんですね。この時に天皇家を滅ぼす、自分が新たな、この国の名実ともにトップになるっていうことも義時にはできたはずなんだけども、しなかったよね。足利尊氏、あの人もそうです。織田信長とか、 徳川家康とか、こういう新時代のリーダー、こう武家のトップなってる人っていうのがですね、どん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 出てくるわけなんです。その都度チャンスはあったと思います。でも、例えば家康にしても、金中並びに公家諸派と、まああれ秀忠の代になってますか。でそういうものは制定、抑えつけはするけれども、滅ぼして俺がっていうふうには絶対にやらないっていうね。まあそれは日本人の心、 日本人の魂がそうさせてるんでしょうまあなんとなくね、我々日本人としては自然でそういうふうに思うっていうこともあります。天皇は尊いものであると。自然と、もう歴史的にそういうふうにですね、肌で感じているというところがある。いやでもちょっと待ってください。じゃあ、戦後の GHQ のマッカーサー減衰。あの人はどうですかあの人も話によると、最初は天皇を滅ぼすつもりで日本にやってきた。でも、よくよく、 いろんな人の話を見聞きしている。それを繰り返していると、これはそうしてはいけない。というふうに考えを改めて、天皇というものを残して、この天皇を象徴として、ある意味こう、心のよりどころ、中心とすることによって、この日本というのを再生させていく。まあ、これ、ね、いろいろ諸説あります。この話には。でも、結局、マッカーサーも天皇を滅ぼすということはしなかったんですね。アメリカ人がですよ。アメリカ人が、 天皇を滅ぼすすっってことはしなかったんですチャンスはありました。でも、しなかったというのは、ねえ、本当にだから、この藤原氏の気持ち、藤原氏の考えていることっていうのが、マッカーサーにも受け継がれているというふうに考えると、なんかこの、ものすごい歴史の壮大さ、感じますよね。 まあもちろんその時そのタイミングでそれぞれの人がそう考えてっていうこともあったのかもしれないですけれどもこの天皇というものそして藤原氏というものを持っている歴史というものが彼らをそうさせていったのかなっていうふうに考えるとですね非常に大きく感じるところがあるというものですねというわけで今回の動画をおしまいにしたいと思います今度は良かったなと思った方はチャンネル登録、高評価を押していただいて応援よろしくお願いしますそしてコメント欄も毎回楽しみに見させていただいてますどうぞよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうさよ